ここ指入れられてこれ余裕で抜かれちゃうんですよ。はい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 。開けごま。今日はカンボジアの治安ですか。治安ですね。最近ちょっとね。最近なるほどね。治安がちょっと乱れてると。乱れてる。あれなんですか。やっぱ選挙が終わってからとかそういうのあるんですかね。なんか偉いひったくりが。どうなんですかね。そうっす。多くなんかいろいろ知り合いとかやられてるって。そうっすね。日本人も結構やられてるし、カンボジア人もまあ話聞きますね。はい、これからカンボジア来る人とか、カンボジアビビって来れないみたいな。人とかに、まあ、ここさえ気をつければっていうか、まあ、いろんなとこ気をつけるに越したことないんですけど、まあ、これ特に危ないよっていうのをね、まあ、住んでる側からちょっと動画にしてお伝えできればなと思います、はい、それぞれなんか乗り物ごとにこうすると防げるよみたいな、あ、乗り物ごとパターン、乗り物パターンからいきます。まずもう大前提として歩きで肩掛けバッグとか、まあまあまあ、まずね、ハンドバッグはね、まずあれですよ、貴重品を表に出さない。例えば歩き編からいきますよ。はいはい。道端で地図こうやって見ながらこうやって次の行く場所とかをこう探してると、うん、もう iPhone とか新型のやつね、うん、まあ、古いやつはあんま狙われないんですけど、新型のこう10とか8、7とか、そういう iPhone をこういじってるのはまあほぼほぼ狙われます。これ、うん、すぐやられます、ね、ほぼ狙われます。多分一日中こんなんやって旅行客とかがこうやってたら、うん、多分その日のうちになくなりますレベル、うん、特にボンケンコンエリア、うん、もうこれでこう、どこだどこだって言ってる間にもうこれバイク2ケツのやつが横からパンで終わりです、うん、はい。まあ、これ一つ目、携帯一つ目、はい。二つ目はまあ、こういうバッグですね、はい、こういうバッグっていうかさ、だからこういうじゃなくてこういうバッグをハンドバッグとか、ハンドバッグとかこう、まあ、これは僕はiPad をこう入れてる、はいはい、まあ、これ今日買ってきた水上の、あ、そうですか、ナイスな、いいっすね、ナイスなやつなんですけど、一番珍しいっすね、でしょ、うん、いやだからこういうのを結構いるんですよ、こうやって持ち歩いてる人。いやもうね、これにお金、こういうのに、はい、こういうハンドバッグとかにお金を入れてこう歩いてる中国人とかいるんですよ。あ、こうやってこうボンケンコンの街角でこうやってなんかタバコ吸ったりこう、はいはいはい、こうなんか喋ってる人たちいっぱいいるんですよ、はいはいはい、日本人、中国人、韓国人、特に、うん、カンボジア人あんまこういうの持たないじゃないですか、うん、それもう分かってる、はいはい、でも日本人結構こうやってんすよ、僕見かけるんですけど、うん、よくもうこれね、クソやられる、うん、しかも要は旅行客っていうのがバレると現金持ってる、そうですね、あと絶対キャッシュカード持ってる、クレジットカード持ってる、はいはい、通帳パスポート持ってるでしょ、うん、旅行客って大体、うん、だから確実に狙われますこれ、うん、だからこの持ち方はマジで危険、うん、なので極力、まあ、リュックサックに入れるとか、はいはいはい、まあ、せめてまあポーチみたいな、うん、そのミニつけれるものの中に入れておく、そうですね、そう、スーツケースに入れとく方がよっぽどマシっすね、うんうん、これこうやって持つよりかは、はいはいはい、そう、まあ、あとはもうパスポートとかなくなったらもう金、これ金だけ入ってれば別にね問題ないかもしれないですけど、うん、キャッシュカードとかパスポートとか全部いっちゃったらすげえ困るじゃないですか、うん、だからそういうのはなるべくやっぱリスク考えて分けて持つとかね、うん、パスポートはもうスーツケースとか、うん、そういう風にやらないとちょっと危ないですね、うん、これはもう本当危険です。僕も狙われたことあります。奪われなかったですけど、うん、僕の反射神経で、はい、もう昼も夜も関係ないです、ね、昼夜関係ないです。むしろ明るい時昼クソ多い、昼クソ多いひったくりまして見やすいから、そう、見つけやすいっていうのもあって、そうそうそう、本当に危ないです。じゃあ、 まあ今度じゃあ乗り物バイク編いきましょうかね、はい、乗り物バイク編、まず元ドップの後ろは乗らない、うん、もう危ない、危ない、単純に危ない、うん、運転下手やしあいつら、そうそうそう、年寄りだし、うん、バランス感覚ないし、うん、バイク古いし、うん、全然ダメっす、うん、絶対乗らない方がいいっす、うん、でそれだったら頑張って、まあ後で紹介するトゥクトゥクとか、うん、パスアップの、うん、ちっちゃいトゥクトゥクとか、うん、タクシーとか呼んだ方がいいっす、うん、元ドップの後ろはやめましょう。で自分で元バイクを運転する場合の注意点、うん、
今回ひったくり編なんで、はいまあ、ちょっとその運転の仕方とかはちょっと今回は説明しないですけど、はい、これ結構ね知られてないんですけど、はい、携帯をポケットに入れて運転するじゃないですか、うんはいはい、この時のポケットの隙間を狙って携帯を抜かれるパターン結構多いですよ今。なるほど。僕の友達もそれやられてて膨らんでて結構分かっちゃうんですね。そうそうそう、でかいから。僕がポケットに携帯、僕でもいつも携帯ポケットに入れて運転してるんですけど、うん、絶対こうなってると、うん、ここ指入れられてこれ余裕で抜かれちゃうんですよ。はい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 、余裕で抜かれちゃうんですよこれ。はいはいはい、だこのここに入れてこうのバイクの運転の仕方はマジで危ない危ないです。これもうスッてこのスッていかれる、うん、抜かれちゃうんで、はい、でまあまあバイクどうしてもポケットに入れたいって人は、うん、もう太もものこっち側っすね、ポケットに入れて内側ね。そう、はい、そしたらもうこれ相当深くまで手入れないと取れないんで、はいはいはい、運転中にねやっぱり取り出したりとかしてるとやっぱそのあそう交差点とかで外側にこれも結構ありますけど、交差点とかで携帯いじってるバカいるじゃないですか、カンボジア人とか。はいはい、はい、こんなん一発っすよ、うん、もう交差点なんか、ね、スタートダッシュで抜かれます。そうそうそう、よくカーチェイスしてますもん。バイクチェイス、バイクチェイス、バイクチェイスしてますもん、よくチャーチャーチャーっつって。まああとあれです、女の子の肩掛けカバン、細いやつ、うん、細い革紐のさ、こういう肩掛けカバンみたいなんで、うん、バイク運転してるとか、まあ、歩いてる時も知らんすけど、これ、うん、切れるやろ、そんな引っ張られたら。思いっきりこうパツンって言って持ってかれてますね、よくね。で意外と丈夫なやつとかは切れずに逆にこう、そう逆に危なかったりするですね。そう、肩掛けカバンで引きずられたりして金入ってんなって思わせる肩掛けカバンはちょっと要注意ですよ。ほんと乗り物とか歩く時はね、はいはい、引っ張って、要はこれが切れない時ってこのまんま引きずられるっすよ。うん、泥棒マジそういうの頭悪いから、うん、平気でやってくるんで、うん、そこはもうマジで自分で気をつけるしかないです、うん、だからなるべく女性の場合は、まあ、彼氏に持ってもらうとかね、あ、まあ、下に入れとけばいいですよね、入るなら。そう僕もやっぱこういうね、水道さんのカバンとかちゃんとバイクに入るサイズでできてるんで、うん、僕こういうだこれだけ僕がも例えば持ってきたい時ね、うん、打ち合わせとかにこれだけ持ってきたい時とかは僕これバイクの中にいます、絶対、うんうん、そう、間違いなく大丈夫ですね。間違いなく大丈夫ね。こんなバイクの出しね、こう前とかこう置いといたら余裕で取られますから。一瞬ですね。どれから行く？あの小さい、最近よくパスアップ編ね。パスアップとかグラブとかがやってる。なんていうんだっけ？あの小型のトゥクトゥクっすよ。タイのトゥクトゥクっすよ。ちょうどこの前のこの自分が乗ってるところの横にバッグ置いてて、うん、だそのバッグ取られそうなんですよ。その通り過ぎざまにこう手をビュッて中に入れてきて、うん、どうなったんですかそれ。えって押さえてこう防いだんですけど、うん、結構そのミラー越しに中を見てバッグ置いてあったら取りに来るっていうやつがいて、うん、やばいですね。そうで結構みんな油断してなんか膝の上にバッグ置いてたりとか、うん、まあそういう横に置いてたりとか割と横はダメそうしてるんですよね。あれ後ろにちょっとスペースがあるんで、うん、そう後ろの方に置いとくと、まあ、取られない。そうっすね、うん、僕も基本後ろっすね、うん、で座るのは真ん中、うん、どうぞ席の真ん中に座って、うん、どうしても携帯出るときはもうちょっとなるべくこう深く座ってこの感じっすね、うん、常に警戒しないとダメですね。とにかくもう確実にこんなんやってたら取られます、うん、僕いつもこう全然携帯見てない。じゃあ今度トゥクトゥク行きます、はい、カンボジアの、はい、いわゆるあのオーソドックスな、さあ、オーソドックストゥクトゥク、まず、まあ、ぼったくりとかは普通に、まあ、出てる話なんでそこは、まあ、うん、気をつけてもらうっていうのと、うん、まあ、あれも要はカバンは置い、うん、取られやすいところに置いといたり、あれも全方向から丸見えなんで、丸見えですね。そうだからそれも携帯とかダメだし、物を置いとくのもダメだし、スーツケースも狙われます、これ実は。はいはいはい、でかいから大丈夫だと思う。空港を向かうときとかに、トゥクトゥクで行くときにスーツケースとか置いといて、うん、それごと行きますよね。狙われとかあるんで、うん、スピードがないんで、うん、追いかけられないですよね。そう、追いかけられない。奥側じゃなくて、
その運転手に近い側に座ってて、かつ荷物を持ってるとか一番危ないですね、うん、その運転バイクから見るともう丸見えだし、うん、すぐ手を伸ばせば届くようなところにカバンがあるんで、そういうことでちょっと長くなったかもしれませんが、はい、大事なことなので、はい、カンボジアに来るときはぜひ参考にして、ひったくりに合わないように、はい、楽しい旅をカンボジアできるように気をつけてくださいね、はい、それでは